え君、面白そうなことやってんじゃん。何フリーハグお姉さんもしていいのやったー。じゃあ、失礼して。ぎゅー。ああ、やっぱ若い子とハグするのはいいね。活力がもらえるって感じ。おばさん臭いって。 いや君、なかなか言うね。いや、別に怒ってないよ。君、あったかいね。ほんと抱き心地いいわ。癖になっちゃいそう。んーなーに長いそんなことないよ。むしろ。 まだ足りないくらいだよ。ぎゅー。ん苦しいあー、ごめんごめん。君とハグするのに夢中になってた。反省反省。改めて見るけど、やっぱり君ってすごい可愛いね。とても男の子だなんて信じられないよ。 どうしたのそんな驚いた表情浮かべちゃって。ねえ、私からも少し聞きたいことがあるんだけど、いいかなありがとう。君ってさ、まる大学に通ってる子だよね。その反応、図星だね。<laughs> 今更とぼけたって遅いよ。 だって私、君を校ーで見たことあるもん。しかも君、大学では結構な有名人だよね。ね、演劇部の王子様。なんでそこまで知ってるのか不思議かな。だって私、君と同じ大学に通ってるからね。しかも同じサークルに入ってるよ。嘘 いやいや、ほんとだよ。んこんなイケメンな女性をサークル内で見たことがない。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃん。まあでも、気づかなかったのは仕方ないかな。いつもは髪を下ろしてるから、私。でも、ほら、こうすれば、ねそう 小道具担当してるあの先輩だよ、私。あははは、君、鈍感だね。今の今まで本当に気づかなかったのまあ、それにしても、だよね。驚いたな。まさか君がこんな女装して、甘つさえ、誰とでもハグするビッチだったなんてね。え だってそうでしょん罰ゲームふーん、そうなんだ。友達とゲームして負けたから、ねえ。でもさ、普通の子はたとえ罰ゲームでもこういうことしないと思うよ。でも、君はしてる。 してるってことは、つまり誰でもいいから抱いて欲しかった。そういうことでしょしかも女装もしてるし、相手が男でもよかったってことでしょ君ってクソビッチなんだね。んー、なにさっきからお尻を触りすぎ 何のことかな君の気のせいじゃないかな触らないで、か。いいのかなそんな態度で。あんまり生意気なら、このこと大学のみんなにばらしちゃうよ。いいの嫌でしょ。なーら、 私のすることに文句を言わない。わかったうん、よろしい。ねえ、この後私と一緒にどう一杯やらないへえ、お酒弱いの。それはいいことを知れた。ううん、なんでも。 大丈夫、いっぱいだけだから。別に変なこともしないから。この件の口止めプラス、先輩付き合いとして、いっぱいだけ。ね、お願い。まあ、そうだね。拒否権はないよ。うん、いっぱいだけね。私は約束を守る女で有名だから。 安心してよ。そんなうさんくさそうな顔しないでよ。じゃあ行こっか。ん何してるのって。君の腰を抱いてるだけだけど別にいいじゃん。減るものじゃないし。それにさ、君の腰、抱き心地いいんだよ。だから、 少しの間我慢しなさい。バラされたいの <laughs> えらいえらい。じゃあ行こっか。今夜は楽しい夜にしようね。